今、チャイナ経済本当に調子悪くてですね、これちょっとエビデンスいくつか出しておきたいんですけど、まずね、これ最近の記事ですかね。これ昨日記事かな。ゴールドマンサックスというアメリカのね、有名な証券会社ありますけれども、中国経済のね、成長予測をですね、下方修正したということです。で、理由は不動産の低迷だということで、同社はですね、今年の経済成長率を 6% と予想していたんですが、5.4% に。来年は 4.6% と予想していたんですが、4.5% に下方修正するということです。で、多分欧米の金融機関も中国経済の成長予測を下方修正しているが、ゴールドマンの予想は依然としてまだ楽観的だと。これよりも悪い予想はいっぱいあるんですよね。この今年 5.4 っていうね、これ結構ポイントなんですけど、福島香織さんっていうね、日本を代表するチャイナ通のね、方、元産経新聞記者ですけど、おっしゃってますけど、大体不動産とか公共事業とかでね、3% ぐらいなんかかさ上げされてるらしいんですよ。なので、5.4% だと 2.4% ぐらいです。実際にはね。4.5% だと 1.5% ぐらい。だから、3% の成長だとほぼゼロ成長みたいな、まあそんな感じなんですね。ゴールドマンはこれかなり甘い見通しでこれですから、限りなくちょっとゼロに近いよな。なんか90年代の日本を彷彿とさせる感じかなというふうに思うんですね。さらにね、チャイナではね、土地本位制みたいなことやってるわけでしょ、日本のね。まあ日本のバブルを研究してさ、バブルが弾けないようにしてるとかいうね、都市伝説ありましたけど嘘でしたよね。今何が起こってるかというと、中国大都市の住宅所有者が売却急ぐ。不動産は蓄財手段として信頼揺らぐということで、ええー、とね、チャイナってあれですよ。私ね、向こうにも知ってる人いますから、話聞くと、例えばですよ、家買ったやね、例えば2軒目とか買うじゃないですか。で、向こうってスケルトンで買うんですよね。内装とかしないまま。スケルトンで買ったやつそのまま置いとくらしいんですよ。なんで工事しないのって聞いたら、いや、工事したら中古になっちゃうじゃないですか、と言うんですよ。あれと。あれ工事したら中古になるってことない。スケルトンで置いておくとずっと新築なのって言ったら、そうですよと。じゃあ何築10年の新築物件とかあり得るわけって言ったら、女余裕じゃないですかみたいな、そんな感じだったんですよ。誰も住んでなければ新築みたいな、なんか謎ルールでやってたんですけど、まあ、要はですね、それが銀行預金と同じだったんですよね。もしくはその、価格変動する金融商品みたいなノリで、現物のですね、この住宅をね、蓄財手段として使っていたんですが、どうもですね、その信頼を失いつつあると。このブルームバーグの記事によるとですね、上海のような誰もが憧れる市場ですらも危うくなっており、当局は経済成長の新たな源泉を見つけるよう圧力が強まっているということで、中原地産というところのですね、集計データによりますと、金融の中心地である上海の希望売却価格は3ヶ月連続で下落、ロックダウン解除の前の水準にね、落ち込んでしまったということです。在庫がまあ急増していて、上海のですね、5月の取引は3月に比べて3割減って、1万6000個にとどまったと、まあ要は売れねえということですね。で、不動産所有者や不動産業者アナリストへのインタビューからは、不動産が常に中国で最も安全な投資先の一つだという信頼が薄れ、景気減速に拍車をかけていることが浮き彫りになったということで。これはですね、なんかチャイナのね、GDP の3割を占めているこの不動産が、去年からね、バブル崩壊して、ガラガラっとこう崩れたわけですよね。株のバブル、これ何回も言いますけど、株のバブルは2015年に弾けました。7年延命した不動産バブルも弾けました。これで中国経済崩壊と言わないんですか？言わないんですか？なぜですか？崩壊しましたよ。これまさに崩壊でしょ。今までのビジネスモデルができなくなった。これ定義上崩壊じゃん。崩壊って常年さんいつ崩壊するんですか？今目の前で起こってんじゃん。君気づかないの？みたいな話なんですけど、まだこれからです。これから。なんかね、チャイナはあまりにもこれがやばいということで、なんか利下げをしたらしいんですね。これも今日記事になってましたけれども、10ヶ月ぶりの利下げと、いうことで、日経新聞出てます。事実上の政策金利と、位置づける最優遇貸出金利。ローンプライムレートっていうのがあるんですけども、これのですね、1年、5年、いずれもですね、引き下げと、2022年8月以来10ヶ月ぶりの引き下げ、不動産市場の低迷など、景気の回復ペースが鈍る中、利下げで需要を刺激する狙いということで、チャイナ人民銀行ね、チャイナの中央銀行も、景気が悪いって認めてるってことですよ。これ欧米側のソースだけじゃない。チャイナ自身も中央銀行は利下げするってことはこれ、景気悪いって認めてるでしょ？ってことはですよ。これでですね、チャイナの人民の不満がどんどん高まってくるでしょうけれども、その不満の吐け口としてですね、台湾侵攻が利用されるというね、これ古典的なボナパルティズムというやつですけれども、やるかもしれないですね。まあ、結局ね、日本のバブル崩壊を研究してそれを回避するための秘策ねえんだよ、そんなの、お前。いつまでそんなバカなこと言ってんの、本当に。あるわけねえじゃん、今もう。完全に日本の90年代と同じじゃん。不動産価格が低迷してきて、月明け前に利下げでしょ？これ日銀がやったことですよ。90年代に日銀がやったことです。経済で読み解く日本史の平成時代読んでください。同じことやってますから。もうそういう都市伝説やめて。チャイナ好きな人もさ、もうそういうバカなこと言うのやめようよ。もうくだらねえから。いや、なってないから。そんな秘策ねえから。もう見事にはまり込んでるからね。